増減なし。気配はね、上向いてきてないですね。平行線です。11番ダンツエンペラーマイナス14、まあ、若干レース間隔相手のマイナス14ですし、まあ、少し今回は1回使った方がいいかなと思います。12番サウンドスタジオマイナス2、うん、あの外目をキビキビ歩けていて後気配に移ります。13番ナポレオンズワードマイナス6、うん、まあ、落ち着きが出ていてね、体の作りは非常にいいと思います。それでは推奨馬お願いします。はい、8番のマッカートニー、1番のアドマイアクリプ、5番のアルフクライ、13番のナポレオンズワード、12番のサウンドスタジオ、以上です。中京9レース中田さんの推奨馬は8番1番5番13番12番、以上の5頭です。阪神9レース淡路特別のパドックです。発走時刻は2時25分です。阪神9レースのパドックです。それでは見ていきましょう。1番アグネスリバティプラス12、はい、まあ、12キロ増ですけどね、太め感なく、まあ、テンポよくしっかり歩けてますね。2番エアシーランマイナス4、はい、まあ、連投になりますけど、まあ、まだ絞れそうな体つきです。3番アロマドゥルセプラス4、はい、まあ、カンポ小さいですけどね、すがるさがあって、まあ、高リズムですね。続いて4番スプマンテマイナス4、ちょっと仕上がりすぎた印象を受けますけど、まあ、高気合というところでね、まあ、できあの仕上がりはいいです。5番プティットクルールプラス6、はい、まあ、チークベースつけてちょっと集中力ないですね。6番ヒシマサルマイナス10、はい、まあ、マイナス10キロはいいと思いますしね、まあ、力感はあります。7番1台マイナス4、はい、うん、少しね、あの重たさもありますしね、あの時計の速い芝はどうかと思います。8番タマモベルガモマイナス4、はい、まあ、少し神経質なところを見せてますね。おしまいに9番です。ララエクラテール増減なしです。はい、ちょっと舌を出したりはみかんだりしますしね、まあ、気難しさは残ってます。それでは推奨馬をお願いします。はい、3番アロマドゥルセ、4番スプマンテ、1番アグネスリバティ、6番ヒシマサル、以上です。阪神9レースの推奨馬は3番4番1番6番以上の4頭です。阪神8レースが確定しました。1着4番ジェニアル、2着6番ナイオーマーズ、3着は2番コバヌピエール、勝ちタイムは1分34秒1でした。払い戻しです。単勝4番450円、枠連34、510円、馬連4番6番1520円、馬単4番6番2690円、3連複2番4番6番6620円、3連単4番6番2番25740円、副賞とワイドはご覧の通りです。両決開花となりますか。ジェニアル2勝目が上がりました。ディープインパクトの3区、お母さんはフランスオークスやサンクル大賞などの勝ち馬サラフィナです。千歳社大ファームの生産馬、馬主は株式会社キーファーズ。武豊ジョッキー25勝目、松永幹夫調教師今日の2勝目、今年の5勝目でした。では中山8です。サラブレッド系4歳以上の500番条件、ダートコースの1800メートル戦、14頭に